この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。大家好，我是大哥雷特米，欢迎回到频道。早安大家，今天我要拍的计划很特别，因为要跟爸爸约心。那先要欢迎我们的爸爸，嗨，弟弟哟。おはようございます。おはようございます。爸爸です。いつもお仕事お疲れ様です。今日は休日ということで、京都に旅行に行こうかと。そう。で、俺さ、免許を取ったやんか。はい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 。で、それで、昔は、まあ、運転してもらって京都に。そうやね。行ってたけど、ね、今日はちょっと、俺の運転で京都の楽しい旅に連れて行こうかと。なんで笑う？大丈夫ですか？大丈夫。俺結構最近運転して慣れたし、二人で旅行に行ったことってあんまないよね。ないね。じゃあ京都旅、行きましょう。あの距離も長いし、まあ君も昨日遅くまで編集。そうやね。あのしんどいと思うけども、うん、そういう時はね、これです。アリナミン A25。これは疲れが取れる。ぜひあの長時間の運転の前にこいつを飲んでいただいて、そして旅行に行って。楽しみましょう。なるほど、ありがとうございます。まあ2粒ぐらいでいいかなと。うん。どこが。はい、ありがとう。水と一緒に。うん。ひょー、元気満タン、レッツゴー。はい、車に着きました。ちょっと緊張するわ。言うてん。てか、いつも平日はやっぱ仕事をしてるやんか。ええ、どうですか、最近の仕事は。まあ、変わらず、あの仕事をいい感じで頑張ってますけど、楽しいですよ。例えばコロナ前とさ、うん、コロナ後でさ、働き方変わったみたいな。僕の場合はお客さん相手の仕事やから、商談するときに会いに行けない。うん、そういう時はそのいわゆる電話とかリモートでやる。なるべくそうリモートも使いながら、何か説明するときはその画面越しで。うわ、それ結構大変やな。新しい得意先さんとか、これから何か始めるっていうときに、いきなりリモートでやろうとなると難しい面がいろいろある。なんかおもろいなって思うわ、うん、俺とか逆に画面を通してみんなにその動画見てもらったりするから。そうやね。なんか逆にあんま俺ら人と会わずに家でさ、俺まあ編集とかずっとしてるの見てると思うけど、いやー、あなたはがむしゃらやからね。サラリーマンの人ってほんまにすごいと思ってて、しんどいなっていうのがやっぱあるから。あー、まあね、まあ、しんどい中にも楽しさもあるんだけどね。何がしんどいんかな。やっぱりあれじゃないですか、上の人が、こう指示して人が動くって。サラリーマンっていうのはそういう組織があっての。じゃあズバリさ、サラリーマンにとって大事なことってなんすか。いや、もう体力と元気、これしかないでしょ。確かに。会社にもさ、若い後輩の子っておる。いますよ。そうだね。その後輩たちもやっぱりアリナミン A25、飲んでるみたいね。まあ、一日中ね、頑張って仕事した後、そのまま飲みに行って。マジか、ね。それはアリナミン A25 のおかげかもしれんね。あ、じゃあ効果はすごいあるんやね。そうやんな、俺今25歳やんか。うんうん、で、同期でサラリーマンしてる人めっちゃおるんやけど、やっぱアリナミン飲んでるって聞くわ。やし、アリナミンってそもそも日本人で知らん人おらんくらい。おらんでしょうし、そのもうやっぱこう、元気を出すっていう意味で言うと、もうパッと思い浮かぶのがアリナミン A25 なんじゃないの。疲労回復してくれるだけじゃなくて、体力維持もね、できるから、京都まで、ちょっと運転させていただきたいと。お願いします。じゃあそろそろ行きますか。安全運転で。もちろんです。行きましょう。はいはい、今高速道路で運転してますけど、どうですか。うまかったね。80点ぐらい上げれます。おお、100点ではない。大阪と京都って隣やけどさ、ええ、全然違うやんか。大阪人と京都人ってさ、なんか仲悪ない。ちょっとなんか大阪ってなんか来てないよねみたいな。あ、まあ全員じゃないよ。いや、間違いない、全員じゃないけど、都やからね。いや、そう、京都はね、東京の前の昔の首都ですから。そうです。まあ大阪の方がいいけどね。着きました。あ、着いた。六音寺金閣です。はいよ。天哪、我也好久没来这边。哇，今天天气超棒的，而且你看这个街道超漂亮的，好兴奋哦。めちゃくちゃ綺麗。
さすがやね。で今ちょっとね紅葉はもうちょっとだけ、再过一个月的话这边都会那个变色了，有点像混血儿的感觉。对对。金閣。うわあ綺麗。すごいよね。超漂亮的，天哪！哎，今天还可以看那个逆さ金閣，因为天气好的时候，你看这个水上也都会有这个，就是代表天气非常的好。哇！哇！大家看一下最近距离的金閣。那我稍微说明一下，因为我高中的时候念那个日本史的，这个就是第三代足利義満さん就是做的。然后那个时候啊，因为他们非常非常有钱，他们有很多权力，所以呢可以做这么的豪华的金閣寺。可是呢第八代的时候義政さんの时候另外有銀閣寺是阴寺的，可是呢他们说阴寺，但是颜色完全不像这种漂亮的，因为那个第八代的时候已经没有权力跟比较没有钱了，所以不能用真的阴寺来做。第三代的时候是足利家最豪华的时候，权力的 symbol 历史可解释。好，这边非常知名的地方，银币，哎，对，然后投到那边，然后如果进到那个洞或者是那个阴寺的那个玩的话，你会有好的事情。来，僕は小学生の時にコントロールはいいって言われてました。行ったれ。はい、行きます。取れ。外れ。哎，差一点呢。其实啊，六甲寺金閣不只是那个刚刚金閣，有很多可以逛的地方。这种所有都是当枫叶的，就是比较混血儿。第二次的机会，頑張って。僕は子供の時コントロールはいいって言われてました。さっき言った。然后这边距离比较近哦。我小时候梯子就应该可以，虽然这次是用手。めっちゃ惜しかったよ。入ってんのか？うん、入ってへん。我们这边呢可以选户外喝抹茶，像这样子里面可以喝抹茶。这样就超有历史感吧。はい、ようこそお越しくださいました。おさんぼんというお砂糖でできたお菓子でございます。中にはあんこと塩漬けの大豆が入っておりまして、甘さの中にところどころお味噌のような塩味がいたします。上には金閣寺にちなみまして金箔をお見せしております。お先にお菓子の方からお召し上がりください。ごゆっくりお過ごしください。いやすごい、これはすごい。怖い京都、不要大阪。这个金色的有没有？这个是因为金閣，所以这个金粉。よろしくお願いします。はい。它里面有那个红豆，めちゃめちゃ上品な甘さ。要这样子哦，这样子，这样子。京都最高。もう大阪どうでもええわ。まあ大阪の方がいいけどね。さすがドスエ。现在有中文的おみくじ，我第一次看这个。夸张喏，京都，这里是洗手间，有这么漂亮的洗手间哈，夸张哎。哇，你看连洗手间的墙壁都会用这种自翻机，也是 Kyoto version。
现在来到伏見稲荷大社。这个的拜拜的方式是我们先去这个本堂，然后再去后面的很多那个鳥居的地方。来到神社的话，不要走这种地方哦，你一定要有这个路。二礼二拍手一礼。そうですね。来たよ。おお、来た来た。来たぜ。めちゃめちゃ綺麗。最高やな。好，这边有两条路，其实你自己都可以选，可是这样子会很犹豫哎，右边或左边，左边有一个落とし穴的那种感觉。すごいね。やばないこれ。おい。我天哪，这我第一次来这里，真的好兴奋哦！这边是叫千本鳥居，大家以为是有千本这个鳥居，可是其实不是哦。其实这边有超过一万个鳥居。哇！以为是已经结束，可是还没，这个只是一个一部分而已。我们现在在这边刚刚只有过这个部分而已，还有好多个。我觉得这样真的要去一个有点可怕的地方的感觉。而且这边的好处是参观是免费的，所以停车也不用费用哦。この鳥居も全部寄付？みんな名前書いてある、社名書いてある。すごい。日本全国から奉納に来てて、みんなが稲荷さんを信仰してる、お稲荷さんを信仰してるっていうことだね。等一下、我们刚刚已经走十五分钟哎。这边叫欧姆卡路易西，我们先许愿一个东西，然后你拿那个石头的时候，比想象比较重的话，你要再努力多一点；然后比想象比较轻的话，你会实现那个欲望。那我的话，一百万订阅好不好？应该很轻吧？拜托拜托！一百万订阅，一百万订阅，一百万订阅。一百万订阅もうちょっと待って。比想象中一百倍，我会好好努力。好，我们现在要到了清水寺附近，然后遇到超多学生的，我天哪！我们在找停车位。これは何でしょう？シュウマイですか？シュウマイ。シュウマイ。おいしい。我刚刚买的是天妇罗，然后里面有九条ネギ，京都的一个很有名的葱。啊，来京都的话，我推荐大家就是食べ歩き，边走边吃，这边是可以做的。哇，好吃！这样子四百日币，虽然有一点贵，还 OK 嘛，开心的旅游。我感觉呢。这边有好多有京都 feel 的店，可是有一些店是还是有关的。快要看到清水寺了，但是呢，清水寺之前我有一个很推荐的店。对对对，来来来，京都的很有名的甜点叫八つ橋，知道吧？不是知道吧？就是可以试吃的地方，然后你试吃之后再可以买。谢谢，耶，哎，吃到饱哎。那边有抹茶，然后里面有红豆的，这真的可以知道我不是那种做坏事的，超好吃的。我觉得我要买抹茶红豆的，超好吃。こっちこっち。清水さん来たよ。着いた着いた。
早すぎ、今回は中入らないです。この辺で十分綺麗です。清水寺はちょっと入るの高いからね、みんな気つけて。そういうことやな。好，我来京都一定会吃抹茶冰淇淋。呜，啊，好吃耶！来京都的感觉。いや、楽しかったね、清水寺。最高や。次行こう、次。あ、次行こう。この駐車場も安いから。買ってみる。河原町に来ました。あ、ここが河原町、京都の中心じゃないですか。いやー、一気に都会ですね。そうやね。さっきの清水寺とか行って観光終わった後に、うん、みんなここに来て、まあ、ご飯食べたり飲んだり、ね、でそこにあの電車がすぐあるから、ええ、帰る時もこの河原町からみんな帰ると。この河原町はですね、まあ、サラリーマンの方とかもかなり多くて、サラリーマンの父に聞きたいんですけど、はい、なんか日本ってそのよく言われるのが、うん、そのめっちゃ朝から晩まで働いてまた飲みに行ってまたその次朝から働くみたいな、ほんまにあるんっていう。それはありますよ。それはあるよ、当然みたいな。いっぱいありますよ。あ、ほんまに。朝出勤して就業時間終わってその後残業して、まあ遅くなったけどまた仲間と飲みに行ってカラオケ行くとかなって。おお、これ平日の話ね。あ、じゃあ次の日もまた仕事あるやん。次の日に、うん、仕事に行ったことはありましたよ。あ、河原町这边有非常多居酒屋在，你看这边有非常有 feel 的。我也是以前在京都玩的时候都会来这边喝酒。哇，我觉得真的超多上班族的。我想他们也应该有在吃合理他们来补充体力。像我今天呢，真的完全没有什么疲累的感觉。不愧是日本上班族常备医疗机 B 群。はい、帰ってきました。いやどうでしたか、京都旅。親子初で新鮮やったね。うん、まあ、この年なんてね、息子と一緒にこう旅行するっていうのもちょっと思ってもいなかったんで、まあ、ね、YouTube をね、こういう動画やったおかげかな。君がやってきたことの集大成、うん、集大成というとね終わり終わりみたいな、これ最後の動画みたいな、最後動画みたいな。その仕事してる様子も今日初めて見てもらって、ええ、そうですね。 どうでしたか。情熱がほとばしとくね。あんな感じで普段は撮影して、まあ、うん、頑張ってやってます。そうやね、単純に俺はすごいなと思った。いやありがとうございます。俺としてもやっぱ京都、まあ、いろんなとこ行けてやっぱ、うん、中でもやっぱ伏見稲荷の印象がほんまにすごくて、とても楽しい旅行でした。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。好，那今天影片到这边结束。大家喜欢这个爸爸跟儿子的旅行吗？那如果喜欢的话，在留言告诉我们。然后今天我影片里介绍的合理他命 A25， 大家也有兴趣的话可以用看看。せーの，いつも頑張るあなたに、アリナミン。バイバイ。いつも頑張る。あれ？いつも頑張る。ちょっと。はい、ごめん。3、2、1。あ、ごめん、間違えた。間違えた。ごめん。